はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画515回目は2020年発売バイスクルコンジュラーコミュニティです。コンジュラーコミュニティはキックスターターのクラウドファンディングでマジシャンアーロン・フィッシャーという人が設立したコンジュラーコミュニティというマジックのコミュニティクラブから発売されたもので、デザインの方が1907年の808ナンバー2のデザインのクラシックの復刻版デザインになっています。それ以外はね、ほぼスタンダードと中身同じなのかな、クラシックデザインかもしれないんですが、ここにももう出てるんですが、ジョーカーの方が、これがね1878年の万国博覧会で作られたものが1894年に公開されたジョーカーのデザインだそうです。こちらの方がジョーカーデザインになっている。で、スペードのエースの方がねちょっと違ったデザインになってみたいので、見てみたいと思います。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルコンジュラーコミュニティ、この文字部分以外はスタンダードの旧箱と同じですね。横面がエアクッションフィニッシュメイドイン USA、 反対側はザ・ユナイテッド・ステイツ・プレイング・カード・カンパニー、上面はポーカー、クロージャーシールは青色クロージャーシールで、バック面の方はさっき言ったように808のナンバー2とね、1907年のクラシックデザインの復刻版になっています。下面はこれはコンジュラコミュニティのロゴマークかな、でコンジュラコミュニティのいろいろ書かれて URL、2019とありますが、これは製造で2020年発売、USBCC のアーランガ KY 製でリサイクルマークです。2019っていうことなので、こちらの2019年のスタンダードと同じ時期に作られたものですね。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。やっぱり青色は最近作られてないのでビニールでね、これのために作られたものですね。はい、内面は真っ白、バック面からいきましょう。はい、青赤のダブルバックマジック用ですね。低チョーカーがもう来てますね。ってことはこちら面はジョーカーが来てるけど同じかな、同じみたいですね。これも完全に同じですね。書かれてる文字が違うと思いきや同じみたいなので、デュプリケートでジョーカーが3枚状態になっているみたいです。で、スペードのエースの方がこんな感じで、これはね小麦の茎がデザインになっているホイストデザインというらしいです。表示も全然違いますね。コンジュラコミュニティクラブと入っています。で、アーロン・フィッシャーと筆記体で書かれています。うん、クラシックの感じのピップスではないですね。通常のスタンダードと同じ数字ですね。はい、絵札の方もスタンダードライダーバックと同じ感じです。赤色も通常と同じですね。表示は全部通常のスタンダードと同じみたいですね。で、ハートのエース、2019年のスタンダード54枚と同時期なのでどうでしょうか。はい、2019年のスタンダードと全く同じ厚みです。ってことでね、まあ品質も多分同じような感じなんだと思います。爪の方は高品質、弾力の方はバック面から固めでベース側から柔らかいというちょっと癖がありますね。はい、ソリの方もそれなりにあります。パッと取れますね。ではファロを入れてみます。スッと入っていくのでトライショナル方向かな。一応のところベース側からも行きます。入っていかないのでトライショナルカットです。なんか結構落ち着いた感じで108バイスクルということで、自転車がしっかりデザインとして描かれています。どちらかというとね、ライダーバックより自転車っていう感じですよね。はい、
バイスクルコンジェラーコミュニティを開封しました。クラシックデザインの復刻版ということでね、結構前のものかなと思いきや2020年とここ最近のものになっています。で、復刻デザインといっても表目のねデザインの方はほぼほぼスタンダードの最近のものになっているので、まあクラシックっていう感じではないですね。ほぼほぼ同じだとするとコレクター用のコレクションアイテムぐらいの感じですね。ということでジャンル分けします。2019年のスタンダードと、まあ、発売時期がほぼ同じなので同じ品質で同じ厚みでした。トラディショナルカット賞の高品質コンジュラコミュニティとアーロンフィッシャーの団体コラボかな。でクラシックデザイン仕様のコンセプトデザイン、まあコミュニティで作ったっていう感じなので数量限定とかはないですが、そのうちなくなっていくと思うのでレアレックコレクションになっていくんじゃないかなと思います。バイスクルコンジュラコミュニティでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。